ではまたお泊まりしたいのでちょっと呼びたいと思います。私今度真ん中になろう。真ん中でもいけそう。家がねちっちゃいからね、布団は置けないから。カイニャンは寝相いいの？カイニャンは寝相はどうだろう、悪いかな。気づいたら布団蹴って落としてるもんね。多分悪い。寝袋ね、あったかな。どうだったかな、あったかな。中坂はやっぱりそう、若いからかわかんないけどめっちゃ寝るの早くて、寝るねって言ってからめっちゃ、なんかいいなって、こう寝ようって意思を固めてからすぐ寝れるのがめっちゃ羨ましいなって思いました。結構ね時間かかっちゃうんですよね、寝るまで。私まだマイク押さえてる。私癖なんだな。マッチめっちゃかわいい、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ショナスケくまたん、ありがとうございます。なんか26日は私はもう寂しいですね。寂しいっていうかわかんないけど、まだ出るかもだけど、一応研究生名義で出るのが最後なのかな。寂しいですね。ちょっといや、わかんない。でも今日もなんかめっちゃやっぱ青川初めて出た公演だし、初期の頃は本当に踊れなくて、今も踊れてないんですけど、まあ、初期に比べれば少しはねマシになったかもなんですけど、本当になんか感慨深いというか思い入れ深い。でもどの公演もそうなんですよね。だしそう5つとも本当に思い出があるから、どの公演もこうずっと出てたいなって思うぐらいすごい楽しく、楽しいです。でもね、その、まあ、この先私がねどういう風になるかは分からんけど、ずっと応援しててくれたら嬉しいなって思います。塩の好きくまさん、ありがとうございます。じゃあね、そろそろね配信は終わりちゃんちゃんにしたいと思います。応援するありがとうございます。本当に皆さんの応援がカイニャンのねパワーになるので、また頑張り、頑張れます。これから頑張れます、頑張ります。ん、何やんのが映ってる。そう、何が映ってる。なになに、なんか映ってる。ん、なんや配信するの今から。みんな見ておめでとう言ってね。誕生日だよ。あ、11時からみんななんや配信するんだって。今日のねバースデーガールだからね。でも推し編はダメよ。カイニャンはちょっと配信見れないんだけど頑張るので、
じゃあね、ランキングを読んじゃいちゃいちゃいしたいと思います。練習頑張ってありがとう、嬉しい、頑張れます。デカビタ飲んだから元気です。そう、今日ずっともう朝からフさんと一緒にエナジードリンクを買いに行くっていう約束をしてて、昼公演が終わって夜公演の空きの時間に自動販売機に行って買ったんですよ。みんなのジュースを買って、やっぱエナジードリンクってエナジーが入ってるのか分かんないですけど美味しいですね。元気出ちゃいちゃい。ナイアンの口癖がつってそう、ちゃいちゃいよ。これ、この子です。ランキング読みます。13位クッキー、12位アサミンミン、11位アサマック、10位ランドセルおじさん、9位新作、8位ブルーキャノン、7位ヒロくん、6位ナカッシー、5位クボッチ、4位ゴーエ、3位アキラ、2位リョウジン、1位ウシ、ありがとうございます。22位ケイク、75位、死んだらどうなるんですか、ありがとうございます。見に来てくれてありがとうございました。ナーヤンが配信してるみたいなので、みんなおめでとうを言いに行ってね。じゃあね、バイバーイ。